はい、短期決戦です。1月23日8時20分です。ちょっと待って。これで、よし。第958回ミニロトの予想の準備をしていきたいと思います。ああ、色変えちゃったんだね、これね。よし。昨日は、あ、そっか、ルトセブン。ルトセブンは248回。Oh.
2018年1月23日、958回、ミニロト予想、過去6回。
連想展開。なんか連想展開最近機能してないような気がするんだけど、気のせい？ロソちゃんさん、あ、近畿がミニロトの放送だ。いいじゃねえか、やらせてくれよ。人気じゃないとかあんまり気にしてないんだから。ロソちゃんさん、それだったら XM ギャンブルしようよ。4567891 XM ギャンブルはすげえ下手なんだよ。 XM ギャンブルは本当にね下手、毎回負けてる。一応全数字は入ってたんだけど、並び方がね、このね、下手なんだよね。4かな、今日は4。
18、28。来ないだろう数字がある。31、かぶってる数字、参考会。とそちゃんさん、決戦さんの何でも楽しめるところいいね。何でも楽しいよ、何でも楽しいよ、何でもあれにしちゃうんで、遊びにしちゃうんで何でも遊びにしちゃうところが、面白いと、これなんだっけ、かぶる、かぶった数字、かぶった数字がね22と31なんだ。22どうだろう、挟まれた数字8、ここが8が挟まれてる、両サイドが2回出てて7、8か、あ、8だな、7は出てない。22どうした、あ、22、あ、22来そうだね、これね。あ、前回の数字が15が来てて15も来ないかな。22の方がいいね。31は来ないだろう。だから22と22、26、29、26、26、22、26、22、26なんだって。29。16、18まで、18か、18、22、26、29、これでいいよ、全部出来上がる。ルートセブンから来る、ルートセブンから来る、ルートセブンから来る、ルートセブン、ルートセブンって何だろう、これか。あ、18来そうだな、これな。18、ちょっとロットセブンが参考にやるか。はい、準備できました。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。